れさえ静かに。おはよう諸君。おはようございます。他の連中はどうした？来てません。いれば分かる。どうして来てないかと聞いとるんだ。さあ、風邪でも引いたんじゃないんですか。風邪？果物ばっかり食いすぎるからだ。よし、ではご神事と始める。今日はこの間やった次から行ってみよう。前回は新鮮な果物で武装した敵からどのようにして自分の身を守るかわしが身を挺してバッチリと教えたはずである。もう果物はやめたって言ったじゃないですか。文句あんのか。だってもう2ヶ月も果物ばっかしなんですよ。考えいかん。お前たちは果物は卒業したと言えるのか。あの、別ならダメですか。先っちょのとんがったので襲われた時とかさ。先っちょのとんがったの、あらしいんじゃないの。先っちょのとんがった棒で襲われた時のご真実が習いたいだと。この前きな口を聞きやがって。そうかい、果物じゃ相手が不足だととも言いたいのか。上等じゃねえか。お前らそこまで言うんなら覚悟はいいんだな。もしも今晩でも暗がりでお前たちに真っ赤なイチゴを持った殺人鬼が襲ってきてもわしは知らんぞ。そんな時になってめめしく泣きつくなよ。今日はスイカだ。スイカを持ったアンサーちゃんが来た場合、その時はスイカ前にやりましたよ。何？スイカもやりましたよ。みかんもリンゴもグレープフルーツもみんなやりましたよ。ザクラもスマモもブドウもメロンもレモンもアンズも砂糖漬けのマンゴーも。サクランボはどうだ？やりました。どんな色のだ？全部。おう、バナナ。バナナはまだだな。違うか。はい、よろしい。バナナで行こう。バナナで武装した敵からいかにして自分を守るか。あれ、さて、バナナ男から自分を守るのは非常にたやすいことである。まずはじめに敵にバナナを捨てさせなきゃならん。次、そのバナナを食う。これで武器がなくなり敵は無抵抗で降参する。一草も持ってたら。うるさい。先っちょのとんがったバナナは。ええかもしい。よし、お前だ。パイナップル君。ハリソンです。悪かった、オレンジ君。そのバナナを構えて、この俺を襲うんだ。力いっぱいやっていい。さあ、おい、いいぞ。ダメダメダメ、もっと気合を入れて、こうやってバナナを振りかざして。ああ、そうだ、声がないぞ。ギャー。よし、その調子、さあ、買ってこい。お前、切り合うよ。さあ、買ってこい。そして、しっかり加え込む。